皆さんこんにちは、レンゲのはちみつです。今日は鶏ほんも肉を使ってハイナンチーファンを作っていきたいと思います。鶏肉は水で洗ったらよく拭いてください。塩と料理酒をかけてよく揉み込みます。表と裏面両方やってください。両方できたらそのまま5分ほど置いておきます。その間にお米を洗います。今回はジャスミン米を使いました。こんな感じでちょっと長めのお米です。4合を使って水の分量は若干少なめ、それに料理酒を入れて4合に合わせていきました。ホタテパウダーと椎茸パウダーを入れました。あとお砂糖がなかったので氷砂糖を入れておきました。あとニンニクも入れてよくかき混ぜます。この上に先ほど置いておいたもも肉を皮を上にして置いておきます。では炊いていきます。この間にタレを作っていきたいと思います。ネギを細かく切ってごま油をかけます。それに塩を入れてよく混ぜておいたらネギダレの完成です。もう一つこのスイートチリソース、このままでも美味しいんですが、このスイートチリソースにレモンとナンプラーも入れたかったんですけど、ナンプラーがなかったのでレモンを入れてかき混ぜます。これでスイートチリソースの完成です。はい、美味しそうに炊き上がってます。取ったらこう下の面がねちょっと赤かったんですけど、火は通ってたので特にレンジで追加せずこのまま食べました。ご飯をかき混ぜて鶏肉を切っていきます。今回付け合わせの野菜はピーマンと黄色のパプリカと玉ねぎを横に添えました。鶏肉が柔らかくてとても美味しかったです。